モハベは韓国のキアが製造・販売する自動車である。かつては北米市場でもボレゴという社名で販売されていた。2008年にキアの最上級 SUV として登場。同社初の V 型8気筒エンジン搭載車種でもある。2005年の北米国際オートショーに出展された大型 SUV のコンセプトカー、キアメサを市販化したものである。 市販モデルのデザインはフォルクスワーゲンからキアに移籍して、チーフデザイナーに就任したペーター・シュライアーが担当している。ソレントが2代目でユニボディに移行し、また親会社の現代自動車もテラカンの製造を終了しているため、モハベは現代キア自動車グループでは唯一のボディオンフレーム型の SUV となる。なお、キアの車種では最初に専用エンブレムが用意されている。 エンジンは250馬力の V 型6気筒3.0リットルコモンレール式ディーゼルエンジンのほか、274馬力の V 型6気筒3.8リットル DOHC と340馬力の V 型8気筒4.6リットル DOHC ガソリンエンジンがあるが北米市場はガソリンエンジンのみの設定となるディーゼルと V8.46 リットルには ZF 製の6速 AT が組み合わされている。エンジンは、親会社である現代自動車のベラクルーズと共用しているが、ディーゼルエンジンに関しては、ベラクルーズのそれと比べて出力がアップされ、独自性が保たれている。マハービは、モハーベ砂漠に由来する。ありがとうございます。